これなんか書いてない、これこのちっちゃい看板。人がいない場所だったら、あ、いいですよ、大丈夫ですか、はい、どうぞ、はい、ここ持ち上げるとこんな風に出てますので、飲めますから、飲んでみてくださいね。すごい、うん、ここずっと行って、うん、あの階段降りてもらってちょっと水害でこうやって奥行くと脱衣所ありますから、はい、待ってください。わかりました、はい、あそこのそこの通りのちょっと上の方に、うん、大正13年の整備表ありますから、ダムの工事、ダムあるんです、うんうん、の人が止めたのが初めらしいんですけど、建物が古いも古くて耐震が厳しいじゃないですか、うんうん、今でちょっと無理になったので、うんうん、なんか前だけ電話で聞いたら、そのダムがこう氾濫してる時はやってない。それもダムの放水が、うん、17ゲートあるんですよ。で2、3本でしたらこんな感じでいいんですけど、これ雪解けの時なんですよ。で今は止まってますけど、うん、これは雪解けの時なんですけど、うんうんうん、これはまた景色がいいですよ。へえ、はい、富山でこれだけちょっとなんかいい感じに古いお湯ってあんまりないですよね。そうですね、100年経ちますから、うちが買い取って、だからお湯はその先からもう出てますので、はい、はい、ちょっとお邪魔します。はい、どうぞ、はい、じゃ失礼します。はい、
来てみました。